今日土曜日出かけます。今ね10円ジュース買い占め、買い出し行って戻ってきました。では現在11時ちょっと前、11時からやってるんですけど、大阪で有名な定食屋さん、難波にこれから向かいます。普通の食堂なさいます。昨日行って、今日3連休の2日目なんですけど、昨日行ってね、食べれなかったんですね。 お店休みで、今日はねやってるはずなので、ぜひ有名店、大阪の有名店ね、お料理を味わってみたいと思います。ではね、難波なんで今日は出動はチャリンコで行きます。はい、では向かいます。結構歩行者が多いので、十分安全運転に気をつけていきます。ハミルトン、マトリックス持ってるハミルトン、何倍お珍しいお店多いよね。
ここはダメか、迂回しないと。大丈夫か、この人。自転車ダメだ。押してこ。押しませんから自転車。昨日これに来たんだな。千日前。南だぜ。千日前何度わそうそうそう、この鍵だよ。屋さんの裏ここ止めちゃう。電車を置いてこの先なんだよな。行ってみましょう。大衆食堂、あ、じゃ普通の食堂っていう名前ね。ほら、道具屋の道具って書いてある。この辺でも大丈夫かもしれないけどな。本当にね、プロの店が多いね、この辺は。ほら、看板専門店で、あれ？やってないんじゃないか？あれ？岩間来たけど？え？なんだこれ？なんだよ？昨日までの休みが、また休みが延長している。くそー。残念。二日連続の無駄足。いやー、ちょっとあれだよな、ひどいよな。ずっと連休だったらずっと書いてほしいね。あー。また20日、21日来て、また休みだったらびっくりだ。じゃあやめて移動しよう。帰ろう。別の場所にします。見たら、ここに NMB48 のオフィシャルショップがあった。よいしょ。いまいちね、パッとしないよね。大阪弁の女の子はきつい感じるから、しょうがないのかな。まあ普通の、どこも同じなんだろうけど、方言が結構きついからね、いまいちちょっと人気出ねえな。ではちょっとで、ね、場所を変えよう。このとこにはね、道具屋がいた。あと落書きがひどい。どうしてこういうところ落書きするんだろうね。直しなのか。ちょっとね、谷町6丁目、
まで坂道登んなきゃいけないけど、行ってみよう。そっちに行くとね、なんかあるんですよ、私は。この辺の日本橋、電電電気の街、電電街行ってます。